はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は引き続き、ゾゾマリンをかけた戦い VS レグルス伝統さんとの一戦の後半をお届けいたします。回はね、4回まで進んでいます。その前の回が、動きが気になる方は、前回の動画、ぜひチェックしてからこちらご覧ください。はい、そして、簡単に2アウトを奪います。谷永、丁寧にさばいてますね。まあ、初回のエラーが嘘のようなナイスプレーです。はい、そしてこれ強い打球、三遊間を破られてしまいます。ほんとね、甘いとこ入った瞬間持ってきました。これ逆に甘くないと思ったんですけどね。これもアウトコースの低いボールをちょっと引っ張られてしまいました。力ありますよね。さあ、ここ追い込んで、ただ逆方向に抜けて3連打を浴びてしまいます。そしてヒルトバックホーン、ただこうバウンド合わず、いやこれはね、ごめんなさい、無理やりでもタッチしに行けばよかったなと思いましたね。ここは申し訳ない。そしてこれ2ストライク追い込んでボールで外せばいいところをちょっと、はい、勝負急いでしまいました。同点に追いつかれてしまいました。ここはちょっとね、1球間を置いて、まあ、外のスライダーを要求してたんですけどね、もう一個外に外して引っ掛けさせるなりすれば、空振りなりさせればよかったなと、すっごい反省してます、これは。はい、なおもピンチも、ここはピッチャーゴロ、谷中丁寧に処理をして、なんとか、まあ、同点には追いつかれましたが、勝ち越しは、許さず抑えることができました。さあ、4回裏の攻撃、バッターは4番の谷中からです。で、これ、スライダー、三振となってしまいます。この回から相手ピッチャーも変わってるのかな。このピッチャーのスライダーがえげつないですね。先ほどホームランの石田さん、これはなんとかしっかりとね、選んでフォアボール。さあ、勝ち越しのランナー出塁。さあ、バッターはヒロト、インコースの変化球、これをまさかのゲッツーとなってしまい、3アウトになります。いや、せっかくランナー出たんですけどね、この回からキャッチャーに、桑原が入ります。ちょっとこの前の回でね、両兵負傷したんで。はい、そしていきなりいい動きでキャッチャーフライ、ワンアウトになります。まあ、クワのキャッチャーはね、もう安心して見てられますからね。はい、そしてこれ外の変化球を振らせて、ショートカスヤがしっかりとキャッチ。こちらもナイスウィニングですね。あの体勢で取るの難しいんですけど、いや、ナイスプレーが続いてます。はい、そして変化球です。初の三者凡退です。いや、ナイスピッチングです。流れを引き戻すピッチング。さあ、勝ち越したいバッターはカスヤから、これ先頭をしっかりとしっかりと見てフォアボールで出塁となります。ヤノアウトのランナーでかいですね。そしてバッター谷のところ、これアウトローのまっすぐで見逃し三振、ピュッときますね。いいピッチャーですね。そして大江さんのところで、これでカスヤがナイススタート、好判断ですね。カスヤ2塁へ一気にチャンスになります。さあ、そしてセーフティーだが上げてしまい、キャッチャーフライとなってしまいます。あやくば自分もいけるかといったところだったんですけどね、狙いはめちゃくちゃ良かったんですが。はい、そしてこれセンター前抜けたかと思いきや、ピッチャーナイスプレー。いやー、なかなか点が入らない、お互い一歩が出ない投手戦になってきました。さあ、6回表の守備ですね。はい、先頭大井さんのところ、バウンド変わりながらもしっかりと軽快にさばいてワンアウト、ナイスプレーです。さあ、お次のバッター、これがただインコースちょっとね、抜けてしまいましたね。フォアボールとなります。ちょっと疲れ出てきたのかな。はい、そしてこれがセンター方向ちょっと前かな、これは悠々とキャッチ、柴田さんナイスキャッチです。はい、そして2アウトとなって、これがデッドボール、申し訳ないです、すいません。疲れが出てきたのかな、やっぱ、まあ、ずっと今年投げてきて、なおかつこの日も6回まで投げてるんで。はい、そしてこれキャッチャーフライ飛び込むも惜しくも取れず、気迫ヘッド追いつかず。でもね、こういうのがチームを盛り上げる、勝つ気持ちが出てるナイスプレーです。はい、そしてすいません、これちょっとカウント間違えてましたね、2エンド2から投げて3-2、ここで3-2ですね。これフラット上がったキャッチャーフライを桑原がナイスキャッチ。これベンチギリギリだったんですけどね、ナイスキャッチは本当に動きいいですね。桑ナイスプレー。はい、そしてこの回でなんとか勝ち越したいラガーズ、先頭は翔平から、ただこれ泳がされてサードゴロとなってしまいます。ピッチャー変わってからヒット出てないですね。いや、本当にいいピッチャーです。
さあ3番の柴田さん首位打者頼むぞ。これ逆方向にいい打球だがライトがチャージしてきて落ちず、いい当たりもライトの好守に阻まれます。なかなか1本が出ない。はい、そしてバッターは4番ピッチャーで柳田。これがデッドボールとなり2アウトながらも出塁となります。柳田本当にデッドボールを押してね。はい、そしてバッターは石田さん。1打席目の打球が見れるかといったところが、これがアウトロー、ジャストルッキング、手が出ず見逃し三振となってしまいます。いや本当にいいピッチャーですね。さあ同点のまま最終回へ、ピッチャー柳田完投です。さあこれキル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 とした打球を谷中ナイスキャッチ、そしてファーストの翔平さんもナイスカバー。いやいいですね、守備で流れを作っていこうというような感じですね。いやナイスサード、そして三振、シャウト出してますね、気持ちが入った、投球ナイスピッチ。さあまたも追い込んで変化球を振らせてサード谷田がチャージしてファースト送球アウト、しっかりさばいてスリーアウト。これで負けはなくなりました、あとは勝ち越すのみです。さあ先頭ヒロト出塁することができるのか、この試合中やっと晴れてきました。さあ勝利の女神となるのか、ただこれ外の変化球を振らされて三振となってしまいます。さあでどうしても続いていきたい、まず一人をね出せればいいかなと、まあ、ここからはもう代打構成でどんどん振っていきます。さあそしていきなり出てきてヒットを放つ、このピッチャーからの初ヒットですね。いきなり出てきてよう打ったな、いやナイスバッティング。そして代打にはキャプテン神田さん、これが外野に飛ばすもレフトフライとなってしまいツーアウト。いや感触は多分良かったんだろうけど多分負けましたね。いやいいピッチャー、そしてカンクサ男の高橋さんが代打、ただこれファーストランナーが飛び出しておりまさかの盗塁死となります。これでねあっけない幕切れ、ゲームセットになります。じゃんけんで先に5勝した方が勝ちとなります。さあじゃんけんの様子ご覧ください。最後はヒロトが決めて勝利でラガーズゾゾマリン決定です。いやヒロトよくやった、この盛り上がり創設以来初のトラスターの切符をリーグ戦から全勝で掴み取ることができました。あーみんなこの喜びをですね、まあ、この男を本当にやらかすだけじゃないんです、ナイスです。いいとこ持ってきましたね、ヒロコ。あいつやるな、最後。絶対が勝つ。いや素晴らしい。素晴らしいですね。4対4で。緊張しました。でもこれでも YouTube ショートいけるっしょ。負け勝ちだったんで。確かに確かに。最高だった。素晴らしい。素晴らしいです。おめでとうございます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは、アイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。